はい、どうもキューピー48です。今回ですね、この魂ネーション2019ですね、これの、闇聖夜か闇聖夜の、展示を記念した、ゾディアックブレイブの、イベントもあるんですけれども、10月25日から開催されている魂ネーション2019、これですね、私行ってきました。はい、魂ネーションって毎年やってるんですけど、僕毎年行けなかったんですよね。で、今回は、ようやく行けましたので、ちょっとそちらの動画の方ですね、アップしたいなと思います。はい、で、実際、10月25日から27日までですね、3日間開催しているんですけれども、私は初日、昨日ですね、金曜日、3時ぐらいかなに行ってきました。で、これ会場が2つあるんですよね。 UDX ともベルサイんベルサーなんとか、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい。で、僕はそのセイントセイヤが展示されてる方だけ行きました。で、今回この闇セイヤですね、これがあのプレイステーション2の、サンクチュアリ12級編で、アイオロスの試練かなんかを選ぶと出てくる、キャラクターだったんですけれども、これがですね、フィギュアが、試作品が展示されていて、ゾディアックブレイブにも登場するということなんですね。で、まあ、この登場を記念した、プレゼント成績合計1000個ですね、ゾディアックブレイブの方でも、開催をしているといったことですね。ということなので、まあ、ちょっとこの闇聖夜を見たいっていうのもあるんですけれども、まあ行ったことなかったんで、ちょっと行ってみて動画を撮らせていただきました。はい、ではこの後、動画を入れます。はい、すっげえ雨っすよねいや昨日ね、本当雨すごかったっすよ。もうデニパンびちょびちょでした。はい、で、これが、表の看板ですね。セイントセイヤは正直やっぱりあんま人気ないんですかね出てませんでしたね。で、入り口のところに一応その会場限定で買えるフィギュアですね、仮面ライダーとかウルトラマンとかガンダムとか、あと、まあ、この OCE のカミューですね、これも魂ネーション限定で買える、商品だったようなんですけれども、これ事前予約が必要だったようなんで、私は予約をしてなかったんで、買えませんでしたと。はい、ガンダム系もですね、なんかなかなかこれリックドムとかもすごいかっこよかったですね。これ何の色なんだろうな、まあ、限定カラーらしいですよね。あとこれが、ロボット魂のゲルググですね、量産型の。はい、でこれが、会場ですね。私はこの、下の赤い方ですねに行きましたと。で、会場結構広かったたんですけれども、まあ、セイントセイヤのブースだけを僕の方では、撮影をしました。で、まあ、最初にこの、セイヤの、アニメ版の初期ブロンズクロスのクロス装着シーンを再現してるんですよね。これ面白いのが真ん中にガラスがあって、そこに映像が映ってるっていう、なんかちょっと面白い演出でしたね。あとこれが原作の、セイヤの初期ブロンドクロスですね。これも EX で出るみたいですね。あとは、セインティアショーですね。 SSE シリーズの、EX 版のフィギュアか、このアレス僕買ってあるんで、これもちょっとレビューを、この後撮っていきたいなと思います。あとはアスガルド編の2人ですね、ジークフリートとハーレンですね、これも EX で出るんですね。あとは、ポセイドンの、ジェネラルたちとポセイドン自身か、あとは、ゴールドクロスを装着したセイヤと、シリュウと氷河か。で、これはメイングレードウィナーを割るところですかね。はい、あとは、OC シリーズですね、EX の OC シリーズと、これもねかっこいいんですけどね、 EX はね高いんですわなんでちょっとね、これ手届かない。はい、でこれですね、闇聖夜。いや、これはねかっこよかった。これね、多分で、そうそう、これなんですよ、ゾディアックブレイブのプレイ動画出てるんですよね。なんでちょっとね、これすごく気になりましたので、後で一通り、撮影しましたんで、この後そこを映したいと思います。
うん、まあでもかっこいいなと思いましたね。まあ、色違いですから開発はなんかそんなにかかってねえだろうっていう気もするんですけど、うん、まあ、ただ、僕は個人的にはこれ嬉しいです。でこのフィギュア多分僕買います、はい、で一応一通りのプレイ動画なんですけど、これあの相手が弱すぎるんですけど、まあ、それ以上に星5の荒屋敷プラス1で通常攻撃でサジタリアスの矢で4000って弱すぎるだろうって話なんですよね。これがもし本当なんだとするとちょっと何なんだろう、あのログインボーナスとかキャンペーンで無料配布されるキャラレベルですよね。どうなんだろうな、はい、まあとりあえずこんな形でまあいろいろ他の、ドラゴンボールとかのフィギュアなんかもいっぱい展示はしてあったんですけど、まあ私はセイントセイヤだけ見たかったんで、まあ、これだけ撮影いたしました。はい、皆さんよければ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで本日は以上です。